これは普段だったらドライバー使わないコースですか？使う？バンカーの入り口160ぐらいで入っちゃうんですよ。だからまあレイアップしてもあれもうあれ100の杭なんでバンカーの横にあるの。バンカーで残り100。5番5番ウッド。なんか変に中途半端にあのギリギリのところバンカー入り口ギリギリのところで左に行っちゃったらあの木がすごいスタイミーになる。しかもピングリーンが左のピン左じゃないですか。木がスタイミーになっちゃうんでセカンドが確実に狙えないところにしちゃうから、まあバンカー入んない距離で一番広く使うっていうのも手ですよね。あの残りが短いんで、うん、戻った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 戻あ、打点がいい。ちょっと先目で先目の方がいいんですか？ドローになる。インサイドからちょっと打つ練習少ししてるから、はい、あのショットした時に芯をは、まあ、プロゴルファーでも芯外すんで、はい、外した時にヒール寄りなのか先寄りなのかって考えると、今はあのインから来た場合は先目に当たった方がギア効果が働くんで、ドローのこう回転になるから、あれでこうヒールに当たっちゃうと右にヒラヒラヒラって、あの弱い球になっちゃうんで。よかった。愛しの5番が仕事してくれた。ピー立ってるとまだ時期になくなる。いや、ちょっと待ってください132、上り出て132。7番ですか？すげえ。そう、左向いてたのに戻しましたよね、今。ね、持ってんすね。いやー、調整した。調整した。あり馬。あら、内緒。旗を持ちますね。優しい。あら、バーディーチャンス来た。ちょっとあの疑ってたんですけど、このリンゴルフはリンゴル？はい。やらせがないんですね。ないっす。ガチなの。みんなガチっす。ちょびっとスライスっぽいです。スライスフックはどっち読んでる？スライス。スライス。はい。いや、いいスライスでいいんですけど、ちょっと薄くないかな。もっと曲がる。どっち、どのぐらい読んでます？今今多分うちカップ内ぐらい、うん、外ギリぐらいでいってます。危ない。惜しかった。ちょっと強かったかも。強かったってちょっと今引っ掛けながら、でもしかも一回弾みましたね。弾んだ。あ、ちょっともう一回打ってもらっていいですか？練習ちょっと縁とかですね。さっき内側のこうだったんでね、うん、はい。ハイヤータッチですよ。ちょっと強いけど、まあ狙いはあっち側でいいです。左側で。いやー、まあね、ありますよ。オッケーオッケー。まあ真ん中目よりちょっと右でもいいぐらいですね。向こうのバンカーのよりちょっと右目でいいですよね。サブグリーンの左端とか、ちょっと左側に傾いてるんで。ミスショットしたんで、バランスを崩さないように次頑張ろうと思ってください。距離的にやっぱもうちょっと伸ばしていきたいなっていうのがやっぱあるんで、はい、正直あの前のこのための練習した時の素振りでできたじゃないですか。あの角度はできてないですよね。お疲れ様です。そうなんで、やっぱりそのあのドライバーで今いくつぐらいの目安やってます？大体平均は180ぐらいですかね。うん、それがやっぱりあの、うん、もうなあの70代で回って、うん、レギュラーって言って考えてくると、うん、やっぱり
最低でも220ぐらいないときついかなって感じ。220当たり損なって200みたいな。あ、はいはいですよね、うん、今当たって200で行ってくでしょ。うで、うん、であと20ヤードぐらいはマックスを絶対上げていかないといけないんで、うん、今の段階でいくとレディースティーズの70代の安倍で、うんうん、安倍平均ぐらい、まあ、70代の、うんうん、79だとしても、うんまあ、75から85ぐらいの感じでは、うんうん、いい時で75悪くても85、6みたいな感じではできてくると思うんですよ、はい、このやっていけば、うん、ただやっぱりレギュラティでそんだけのスコア出るかっていうとやっぱりちょっときつくなってくるかなっていう。きついですね、うん、寄せは寄せはなっちゃう。そうするとやっぱりあと距離が、うん、20から30欲しい。でそうなってくると例のそのための感じの練習とかをもうちょっとやんないと、まだ、40% ぐらいしかできてないかな。はい、はい、じゃあ別にゆっこちゃんが筋トレしなくても220飛ぶ要素はあるって。それは飛びます。あとその体力で例えば、はい、こう回ってて2日3日連続で続きます、体力がありませんってことだったらもちろん有酸素系の体力をつけるのやんなきゃいけないと思うんですけど、うん、別に普通にやる分にはそんなにいらないと思うんですよ。今ゆっこちゃんが飛距離欲しいってずっと言うんですよ。でそれはもうここです、はい、これがやっぱちょっと速いんだ。でスピード上げる練習しなきゃいけないんですけど、ちょっと練習不足ですよね。コースで行っても距離は伸びないん でクラブを変えたら伸びるってこれもちょっと違うことなんで、うん、今ある既存のクラブで220ぐらいまで飛ばせられるものを持ってるわけだから、うん、それを効率が悪くて動きの効率が悪くて飛ばないんで、うん、練習だ。どうやって打つかっていう練習をしていかなきゃ。33です、はい、これの風は僕我々だったら1番手上げます。はい、楽勝でこの風は上げます。でやっぱりこうアマチュアの方たちってこの、ね、風に対してのジャッジが優しすぎちゃうんで。そうかも。もうね、風もね、僕よくねランク付けしてくださいって言うんですよ、うん、で上手くなれば上手くなるほどやっぱ最低でも5段階レベル、うんうん、あ、なんかちょっとそよ風吹いてるぐらいで1、うん、で、あ、若干吹いてるな2、あ、まあまあ吹いてるな3、あ、意外と強いな4、あ、これやばいなって5みたいな、はいはい、でそ のレベルごとに番手を半番手ずつぐらい上げるとか、うん、でそんなにまだそのアベレージ100ぐらいの方だったら3段階ぐらいでもいいんで、うん、3段階っていうのは1クラブ2クラブ3クラブと思ってほしいです。なるほど。2クラブ上げることも全然あるし、うん、このぐらいの風は1クラブ、はい、35ぐらいだと短く持ってるんですか。うん、それ多いんじゃないですか。で、どこ狙います？いい、あ、これ難しいですね。左もなんかよく来ちゃうし。ピン。ピン狙って。どっち行ってもいいみたいな。はい。これでも傾斜がつま先上がってないの？引っ掛けやすい。引っ掛けても左にこうフックしやすいと思ったのにね。はい。こうやってもう向こうの二股に分かれた木あるじゃないですか。あ、はいはい。あの辺狙っていいの？はい、だって大きなクラブ持ってるから右のバンカーはあんまり入んないです。手前のバンカーあんまり気にしない、はい、あんまり気にしないで、もう勝手に捕まるんだと思ってあそこ向いて気持ちよく打ってった方がいいですよね。あの木の向こうの方に出してくるんです。ああ、いいじゃないですか。すごい、まあそこ向いてましたよね、うん、今もまあ内緒です。もう向きだけが今このカメラが証明証人になってます、うん、今向き左向いてました。今言うか言わないか悩みました。でもさっきも前のホールのバーディーパットちょっと言ったことによって外してるなと思ったら嫌なんで言わなかったんですけど、全部裏目に出てます。あれちょっと右向いてたら本当もうベタピン。そうですね、いやちょっと左向いたんか。私は結構右向いてます。右向いてそのまま過ぎて、ああ右行ったみたいな。今度は左向いて。いつ頃の昔小学校時代。いや去年、まあ、でも去年のところはもう随分いろいろ変わってくるんで、ね、スイングは生ものですから、極端な話毎日毎日違うんで今日はありますから。今日はちょっと左向いて、今日左向いてますね。さっき僕がパター持ってきて外しちゃったからパター取りてました。欲しいとこまで来てますよね。なんかもう一カバン向きたいなって感じ。アマチュアの方の中の70代で回るっていうクラスまであともう一歩二歩って感じだと思うんですけど、
なんかこうもっと距離もこう出て、うん、わこの人パープレーぐらいで回っちゃうんじゃないのぐらいの、うん、なんかそういう雰囲気が欲しいですね。飛距離もそうだし、うん、こう回ってるそのなんていうの細かな所作もそうだし、佇まいも考え方も正直だからそのまま順調にこういって、本当はもっとみんなが勉強しなきゃいけなかったところを飛び越していっちゃったって感じがするから、そうだからこうさっきのねリポート直し方もそうだし、まあ、そういうのもこうやってトータルでこうなんからしい人にそう、うん、らしい。おやった、あナイスパット。まあ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 。ナイスですよ。じゃこういうの外すときも待ってください。今のこれはもう多分1万回打っても入るでしょ。はい。じゃあここは？ここちょっと怖いです。1000回打ったら1回ぐらい外しそうじゃないですか。外しそうですね。ここは？いやこれは全然ありますね。ですよね。ってことはこのラインはもうストレスになっちゃうんで。はい。ストレスのかからないところまでうまく外れたってからもうすごいパーとしては最高のパーと思ってる。だパーでも点数つけてもいいですよね。あ今のは極端なんだし、四捨五入で入れたとしたら 3.5 から 4.4 まではパーじゃないです か、うんうん、だか今のは 3.5 って思ってます。 3.5 だ。もう本当にバーディー欲しかったからバーディーでこのぐらいまであのパッといっちゃって、うわーもうギリギリだなと思ってパンって言ってギリギリ入ったのは 4.4 のパーみたいな。ボギーを今小数点までつけたとしたら今のは3.4。あ、美味しかった、はいはい、いいね、調子いいじゃないですか。それが邪魔にならないところのまずこっちまで寄っていった方がいい。うん、あこれ来たよ、うん、これやったでしょ。ナイスショー。あ、ちょっと置くか。ナイスショーでも。いい、全然全然ちょっと置くだけど。全然いいっすよ。うん。ナイスショー。ありがとうございます。うん。あ、持ってる。持ってます、持ってます。あー、これちょっと暗いですけど、バーディーランス。そうっすよ。今のはナイスだ。やっぱ9番。はい、さっき谷さんに教わったディボットの直し方。外から。ピッチマーク。刺すだけ。刺すだけ。こうやって刺して、はい、あすごいで寄ってったで上に上げちゃいけない、あんまり上に上げない、はい、根が切れちゃうでこの埋める、はい、3.4%、うん、ちょっとストレスあったけど、3.5 かな。今みたいな時に数える。はいはいはい。でもほぼ横ですもんね。うん、2ヤード先。はい。だから180ぐらいのキャリーで、そこからランが1メートルぐらい今日のあれで。はいはい、だからあのあまアゲンストがね今日、レベル2って言ったから、まあ大体1番手ぐらいのアゲンストだから、うん、ちょうど9番で115、6ぐらいかな、うん、ぐらいの感じ。っていう風に必ずナイスショットした時は絶対に計算して、うん、あのデータをこう引き出し入れといてください。うんうんうん、そっかそっかそっか。9番したり168。アゲンスト入れてたから110。115打つって自分で言ってたから。うん、115打てたん、ね、そう2ヤード伸びたわけだし、そういうことですよね、うんうん、あ風がねちゃんと10あったかって考えると、まあうん、それも正直正確ではないんで、うん、まあでも大体そのぐらい飛んでますよね、うん、すごくない人だと思う、混ぜます。まっすぐパープレーでパープレーぐらいの人のあの本当に今ゴルフしてますよね、うん、スコアもそうだし、はい、最初のボギーなんです。だってあのバーディーパットだってまあたらればだけど結構入りそうなバーディーパット2回だから、うん、まあ、あの1回目のバーディーパットはもう完全にキャディー谷正樹の責任でもありますまああのねイーブンパーぐらいで回ってるっていう感じじゃないですか
リンゴルフニュースのお時間です。はい、9月10月のリンゴルフオープンはこちら左のテロップに記載されてます。9月23と10月14日、この2つの会場はアマチュアゴルフワールドカップ、以前ゆっこが出場したハンディキャップを使った日本代表を選ぶ試合の予選会も兼ねてますので、ハンディキャップを持っている方はぜひ参加してください。10月7日の取手国際はですね、以前宝塚で好評だった100切りをやりますので、ね、めっちゃ好評だったよ。なんか応援してくれてる人たちがいっぱいいて、みんな楽しそうでした。100を切りたいという方はぜひご参加お待ちしてます。ガンガン応援してくるのでぜひ応募してください。はい、バイバーイ。